旧し始めた頃の懐かしい感じの空気の掲示板は。せっかくだから。ああ、それか。それならだいぶ前にも、と言ってもパスワードを忘れたせいでまともに管理なんかできてないんだけどな。レプリア通信だよ。あ、この音は。この音は俺のだ。娘さんの腕のあれって。娘か、どうやら無事のようだな。デカブツを倒すまでやられるわけにはいかねえからな。あ、で、俺たちが隣町に避難していることは覚えてるか。うん。そこに住むヒヨコムシたちがシェアクリスタルを見つけたらしいんだ。本当か。焦るな、見間違いということもある。俺はと。すまないな、助か。気にするな。ねえウズメ、今の人って。そういえばネプッチたちにはまだ紹介してなかったな。さて、それじゃあ俺を回るって。デカブツがいないとはいえ、まだ凶暴なモンスターがはびこってるからな。避難した連中が戻ってきてもいいように。それなら私もウズメと一緒に見回りに行こうかな。ギオッチはどうする？じゃあ私も行きます。もしかしたら何か。それじゃあ。ネプギアです。ネプギアさんの顔芸成分から生まれました。俺に頼ってくれよな。あの娘さんが腕につけてるのビジュア。よく知ってるな。どうだ、スケルトンボディでかっこいいだろう。はい、かっこいいです。待てよ、なんでギア。私たちの国でも一昔前に流行ってたんです。と言っても今は製造していないので、私も実物を見るのは初めて。へえ、まさかギアッチの国。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。もしかしてギアッチは聞か。はい、大好物です。大好きじゃなくて。なら貸してやるから。いいんですか。特別だぞ、こいつは俺の宝物だから。本当なら誰にも。さ、ほらよ。これってゲームのセーブデータを保存できたり。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、短距離だが無線つ、あと有線でネットができる端末につなげば外でもこいつ。すごい、すごいですよ娘。これどこかにまだ残ってたりしないんですか。見かけたことはないな。やっぱこういうのは価値のわかるやつが持たないとな。まだ不慣れですが一生懸命頑張ります。なら張り切っていこう。
あこんなもんか。まずさて、そろそろ外でネットするには公衆電話に有線で繋がなきゃいけないなんて、そのこと無線の装置作って待ちって、今はそんなことしてる場合じゃないんだった。最後みたい。もしかしてこの国がこんな廃墟になった。うん、しおーい、ネットギアー。あ、お姉ちゃん、このことお姉ちゃんたちに伝えるのは。一人前の女神目指して頑張ろう。この俺とやり合おうというのかい。さて、ドイツにしようか。進撃俺の番だな。かけさせやがって。どうだ、かっこよかっただろ。お、海奥、どうだ、シェアクリスタルは。ああ、本物だった。まさかこんなところにも。シェアクリスタルがある。君に手土産もできたことだし、今日中にそっちに戻って。え、海を今のち、ネプチ、ギアチ、俺は海を助けに。もちろんだよ。通信が切れたからな。さすがにそんな人すご、いや、わからないぜ。案外海男と一緒にいたやつがかろうじて逃げ延びているんだよ。それで俺らを呼びに行こうとしていたところ、ここで偶然、それでお互い超偶然っていうか、向こうもうずめも信じらんないって感じです。それであっという間に海男のいる場所に案内してくれ、それで海男も助けてシェアクリスタルも見つけて、めっちゃラッキー。ポカーン。と、まあ、もしかしたら偶然。いや、今うずめがうずめっぽくな、気のせいじゃない。いやいやいや、気のせいじゃないって。だって今自分のことも俺じゃなくてうずめって言ってましたよ。空耳だって。それともここには現実でも。うずめさん、うずめさん、you
う、俺の言った通りだったろ。まさか、ウズメさんの妄想通りの展開になるなんて。それもそうだけど、私はそれ以上、本人は隠したがってるみたいだけど。おい、何話してんだ。ヒヨコムシってのはこの世界で一番多いモンスターで、群れ同士のネットワークもあって、よくシェアクリスタル探しを手伝って。その代わりに僕たちを凶暴の持ちつ持たれつ、素敵な関係だね。けど私ヒヨ…なんでだ。まさかとは思うが。違うって。私は食べたことないんだけど、ヒヨコムシって油でカラッと揚げて食べるとエビフライに似てるって言われ…僕は食べても美味しくないのです、ウズメさん。エビフライか…なあお前、本当にエビフライみたいな味がするのか。誰か助けて。ジェルリー、お昼ご飯を食べてないせいか、空腹のあまり…ねえ、エビフライってよ…エビフライなのです。おお、いいな、エビフライ。悪い悪い、ついノリで僕のこと食べない食べない食べないって。だから、